ちこぼり知らぬが仏と悟れば生きることの嬉しさ。リアルの、ご覧の皆様どうも、桐生坂井美です。ドラムの高井純です。下手板の久田隆さんです。めっちゃいい曲です。前に来た時よりも楽しみな気持ちが大きいのが正直なところです。やっと来れたなっていうところがすごい大きいので、とても楽しみですね。気温がとても暑いですね。そうですね。今回ただライブしに行くっていうだけじゃなくて、観光とかもちゃんとできたので、すごく充実した時間を過ごしています。台湾の土地柄だったり、食べ物とかもすごく慣れてきて、なんか結構好きだなっていう気持ちがすごく強くなってきたので、かなり純粋にライブ行くのも楽しみですね。いいツアーだったなと思うんですけども、ここ一戦はそれはそれで完結したので、割と気持ちはもう次に向かってるかなっていう感じです。とっても短いツアーだったんですけど、美月が言ったようにいい空間で集まったので、次へのステップになるのかなと思います。さらなる高みを目指して頑張りたいなと思いました。成長できる分っていうのはたくさんあったツアーなので、これからまた始まる巡業にも期待が持てるような方向を決めました。ツアーもそうですけど、キリュウという、バンドの可能性ってまだまだあると思うんで、そのままの勢いで、頑張っていきたいと思います。そうですね、この、その衣装も日本では多分見ることはないなと思うので、最後の仕事感に向けて、頑張りたいなと思います。高校一戦が終わりまして、日本でもで制作、次の制作も終わってて、割と気持ちは次に作ってるところではあったんですけど、やっぱりその久しぶりのアジアツアーということで、とても楽しみであり、最高のツアーにしたいと思ってます。本衣装での優秀な手を飾りたいですね。海外こんな頻繁に行けるわけではないので、その分ね、頑張ってファッションも行くと思うので、その分凝縮した恋になっていきたいと思います。思う存分ね、楽しめたらなと思っています。今回の、台湾公演と、レポート、そして撮り下ろしの写真と、掲載されますので、ぜひともご覧いただけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、ここまでご覧いただきましてありがとうございます。これからも末永く自由をよろしくお願いします。ということでありがとうございました。先生夢で見た写しの夢哀れ知るがボール。